急なんだけど、マイクラまとめ局のメンバーシップが始まったぜー。みんなのおかげでここまで大きくなれて感謝だ。本当にありがとう。メンバーシップの内容はいろいろあるんだが、限定動画の投稿、都市伝説動画の早期視聴、ディスコードグループでの交流なんかだ。特典はメンバーシップのランクによって違うから確認してみてほしいぜ。ただ私も始めたばかりでわからないことが多いからな。1ヶ月ぐらいは不具合なんかが起きるかもしれねえ。だから最初の1ヶ月はベータ版とさせてほしいんだ。少し長くなってしまったが、みんなで遊べるまとめ局サーバーなんかも考えているから楽しみにしていてほしい。ではでは、本編だぜ。一人のプレイヤーがサバイバルモードで遊んでいて、探索中に村を発見した。アイテムや作物でももらおうと思い、その村に侵入していくのだが、その村がどうも様子がおかしかった。それでも探索していると、恐ろしい村人がいたみたいだ。お分かりいただけたと思う。プレイヤーが村に入っていくと、不思議と村人の姿が見当たらないことに気づく。それでも先へ進むと、ちょうど畑仕事をしている村人が、プレイヤーはいたずら心からか、その村人に攻撃、すると手を止め、振り向くのだが、血まみれで恐ろしい形相をしている、斧を持ってプレイヤーに襲いかかるぜ。必死に逃げるも、最終的に追い込まれてしまう。あの村人は、一体何なのだろうか？そして、なぜ血まみれになっていたのだろうか？もしかしたら、村人を全員惨殺した犯人なのかもしれない。そういうことであれば、村に他の村人がいないことに説明がつく。村人も、一筋縄ではいかないようだ。続いての映像は、サバイバルモードで遊んでいる様子を撮影したもの。ただのサバイバルになると思いきや、プレイヤーが途中で妙な構造物を発見する。興味本位でその中に入っていくのだが、その中にはとんでもない何かが潜んでいた。お分かりいただけたと思う。プレイヤーが見つけたのは白くて大きな建造物。中に入ってみると、村人の死体がある。それも一つや二つではない。奥へ進むと、何かを閉じ込めていたような痕跡がある。それと一緒に、壁に大きな穴が、中には PC などのデバイスが置かれており、まさに何かしらの研究所という感じだ。プレイヤーが外を見てみると、背の高い大きな化け物が立っている。それはすぐにプレイヤーに気づき、向かってくる。あの研究所のような建物は、あの化け物を調べていた施設なのだろう。しかし、何かしらの理由で暴走を引き起こしてしまい、村人を惨殺。そして逃走したのだろう。何らかのモッドが影響していると思ったが、そのようなことは明記されていない。一組のカップルが一緒にマインクラフトで遊んでいた。モードはサバイバル。特に大きな目的はなく、のんびりと遊んでいたのだが、とんでもない来客が来てしまう。それは一体何者なのか？全ては映像に残されている。
かりいただけただろうか。女性プレイヤーがチェストを開けている時に、撮影者が近づいていくのだが、突如、女性プレイヤーの背後にスティーブのスキンをした者が出現、女性を倒してしまう。その途端、ゆっくりと振り向き、今度は撮影者の目の前に急接近。映像はここで終わっている。スティーブではなく、なんとヘロブラインだった。ヘロブラインのスキンをした者がワールド内に侵入し、悪事を働かせたのだろうか。それとも、本物のヘロブラインが出現したとでも、言うのだろうか。もしかしたら、あなたのワールドにも、ヘロブラインが出現するのかもしれない。続いては、洞窟で採掘をしていた一人のプレイヤーが残した映像。ダイヤモンドを見つけて掘る場面から始まるのだが、掘った途端、見たことのない小さいモブが出現したという。それも、マインクラフトには見つかない見た目をしていて、違和感がすごくあるという。一体どんなモブなのか見ていこう。どういうことなのだろうか。プレイヤーがダイヤモンドのツルハシでダイヤモンド鉱石を掘ると、確かに小さい生き物がいる。その生き物はプレイヤーを見るや否や、小さな鳴き声を上げる。よく見ると、チャブ台を囲ってトランプをしているのがわかるぜ。気づいた人もいると思うが、この生き物、人気漫画、ウォッチロックに出てくるキャラクターが、小さい生き物と化した時の姿だ。一体なぜマインクラフトに出てきて、トランプをしているのか、動画を見る限りではわからないのだが、この2匹は、どことなく可愛いのである。続いての映像は、サバイバルモードでしばらく遊んでいたプレイヤーが残した映像。村に住んでいたため、村から映像が始まるのだが、妙な穴を見つけてしまう。その穴の中に入ってみると、恐ろしいモブが潜んでいた。お分かりいただけたと思う。プレイヤーが村の中を探索していると、ここには何もない、と書かれた看板と、危険、と書かれた看板を発見。その看板を壊しに行くのだが、妙な出っ張りがある。それを壊すとレッドストーンブロックが出現。それも壊してみると、家の中に穴が出現。中に入ってみると、恐ろしい見た目をした化け物が閉じ込められていた。あの化け物は一体何なのだろうか。あの見た目的に、寄生虫モッドとして有名な、スケープ&ラン?ペアサイト、モッド、に出てきそうだ。何かしら因果関係があるのだろうか。幸いにも、その化け物が攻撃してくることはなかったという。続いての映像は、二人のプレイヤーが一緒に遊んでいる時に、撮影された映像だ。なんでも、撮影者の友人が、面白い裏技がある、とのことで、プレイヤーを誘ったのだとか、動画の前半は友人が裏技を披露するのだが、その後、友人の身にとんでもないことが起こってしまう。
りいただけただろうか。友人がトロッコによる妙な裏技をやった後、川に落ちた友人がなぜか奇妙な姿になってしまう。プレイヤーは驚いてそのまま逃げ出すのだが、表現した友人はしつこく追いかけてくる。洞窟に入ると視界が悪くなるのだが、よく見るとプレイヤーが迫られているのがわかる。最終的には、TNT を大量に置かれて閉じ込められてしまう。TNT に着火されて爆発するところで動画は終わっているぜ。友人は、一体どうしてしまったのだろうか？川の中に入っただけであのような見た目になるとは考えられない。しかも、友人が最初に行った裏技も奇妙だ。あのようなことは、マインクラフトの使用上できないはず。謎が多いままだ。続いての映像は、一人のプレイヤーが大きな館で過ごしていた時のものだ。館での出来があまりにも良いものだったため、プレイヤーがそこで生活する様子を撮影していたんだ。しかし、恐ろしいものが迷い込んでいた。お分かりいただけたと思う。プレイヤーがベッドから起き上がると、外に大きな口の何かが覗き込んでいたぜ。その化け物は、館の壁を破壊して中に侵入してくる。そしてプレイヤーを追いかけ始めるぜ。突然の来訪者にプレイヤーは逃げることしかできない。最終的に川に飛び込むも、化け物に追いつかれてしまう。プレイヤーを追いかけていた奴は、不気味な笑みを浮かべており、目が真っ白だ。気づいた人もいると思うが、この化け物、バックルームズという都市伝説に出てくる怪物そのものなんだ。一体なぜバックルームズの化け物が、マインクラフトに出てきたのか、それはわからないぜ。この映像は、一人のプレイヤーが妙なポータルを作る映像である。通常ポータルは2種類しかないはずなのだが、その2種類にも当てはまらないものを作り出すんだ。一体どういうものなのか。お分かりいただけたと思う。プレイヤーがチェストから取り出したのは、スティーブの顔をした卵のようなアイテムと、石炭。石炭ブロックをネザーゲート上に作って、卵のようなアイテムで開通するぜ。中に入ると、不気味な空間が、その中にはスティーブの遺体があちこちに転がっており、化け物も潜んでいる。最終的には化け物に挟み撃ちにされてしまう。まず、石炭ブロックでポータルはできるはずがないのは明白なのだが、ポータルに入った先にある空間が気になる。気づいている人もいると思うが、あの不気味な空間は、先ほども話題に挙げたバックルームズだ。
普通マインクラフトではそんなものは生成されないはず。まさか、石炭ブロックと卵のようなアイテムがあれば、バックルームズに行けるとでも、言うのだろうか？一人のプレイヤーが村にたどり着いた。いつものように家の中に侵入してアイテムを持っていこうとしたのだが、その家の中にいた村人が、とんでもない姿をしていたとか、それは一体どんな姿形をしていたのか、動画に映っているため、見てみよう。どういうことなのだろうか。プレイヤーが村の家に入っていくと、頭と足しかない変な村人が、エメラルドをばらまきながらはしゃいでいるぜ。プレイヤーはただただあっけに取られてぼーっと見ることしかできない。一体なぜ村人はあんな見た目になってしまったのか。しかし、何か恐ろしいことが起こったわけではなさそうだ。なぜなら、この村人たちはすごく楽しそうにしているからである。再び村に関する映像である。一人のプレイヤーが先ほどの映像と同じように、村を発見したんだ。しかし、その村には誰かがいる気配が全くないという、不思議に思っていろいろ調べていたのだが、そこには、とんでもない村人がいたようだ。どんな村人なのか。お分かりいただけたと思う。プレイヤーが村に入った後、畑になっている作物を取っていくのだが、高台にものすごく背が高い村人が立っている。その村人は、頭が3つあって血まみれだ。それを見るや否やプレイヤーはすぐ逃げ出すのだが、あの村人は追いかけてくる。教会の屋上に逃げて、プレイヤーは安心するのだが、あの村人は壁を破壊して中に侵入していく。そして屋上に登ってくるところで、動画が終わっている。プレイヤーを襲った村人は一体何なのだろうか？もしかしたら、村に住んでいた村人の怨念が形を成して、現れたとでも言うのだろうか？続いても一人のプレイヤーの映像なのだが、その方は廃校を探索していた。そこには当然ゾンビやクモといった敵モブが出てくるのだが、その敵モブたちの様子が少しおかしかったという、一体どんな状態になっていたのか。どういうことだろうか。プレイヤーはまず最初にゾンビを発見するのだが、なんとそのゾンビは顔がスティーブになっている。さらに、クモの顔もスティーブになっている。
その2体だけではなく、クリーパーまでもがスティーブの顔になっているんだ。プレイヤーはそれでもお構いなしに攻撃していく。なぜスティーブの顔になっているのかは不明。もしかしたら、洞窟や廃坑内で死んだスティーブが、敵モブとなって姿を現したのかもしれない。だとしたら、彼らは幽霊と近い存在なのだろうか？あなたのワールドの敵モブも、いつしかみんなスティーブの顔になるのかもしれない。続いては一人のプレイヤーが要塞を探していた時の映像。エンドに行く予定だったのだが、エンドポータルがおかしな形になっていたという。一体それはどういう形なのだろうか？動画を見ていこう。お分かりいただけただろうか？プレイヤーが地面を掘っていると、要塞に到着。すぐにエンドポータルがある部屋に向かうのだが、なんと、エンドポータルが盾になっている。プレイヤーは不思議に思いながらも、持っていたエンダーアイをはめていく。すると、普通に開通する。思い切って中に入っていくと、普通にエンドに行ける。だが、エンドにいるエンダーマンたちは、白くて血まみれの姿をしている。なぜ要塞にあるエンドポータルが盾になっていたのか、なぜエンダーマンが白くなっていたのか、それは動画を見ただけではわからない。それに、あの白いエンダーマンはどこか、SCP で有名なシャイガイにも似ている、何か関係があるのだろうか。一人のプレイヤーが古代都市を探索していた。当然、そこではウォーデンが出現するため、気をつけなければいけない。だが、プレイヤーはうっかり召喚してしまう。その出てきたウォーデンの見た目が、おかしくなっていた。一体どうなっていたのだろうか。どういうことなのだろうか。運が悪く、プレイヤーが歩いている場所にはスカルクセンサーや、スカルクカタリストがたくさん置いてある。それらが何度も起動してウォーデンが召喚されるのだが、そのウォーデンは赤色になっている。体の真ん中には大きなレンズのようなものがついており、口が大きく裂けて長い舌が飛び出ている。そういう見た目を除けば、魚道はウォーデンそのものだ。プレイヤーが必死に逃げ回っているところで動画は終わっている。魚道が何も変わっていないため、テクスチャを変えただけだと思うのだが、この動画にはそのようなことが詳しく明記されていない？気づいた人もいると思うが、あの赤いウォーデン、アモングアスという人狼ゲームに出てくる敵キャラだ。そのキャラクターも口を大きく開くようになっている。もしかしたら、インポスターが追放されて、マインクラフトの世界に降り立ったのかもしれない。続いてもある二人のプレイヤーが村に入っていった時の映像だ。畑を荒らしていたのだが、とんでもない化け物が出現したという。それは一体どんな化け物なのか、映像を見ていこう。
お分かりいただけたと思う。プレイヤーたちが畑を荒らしていると、背後に白黒の化け物が立っている。最初は興味本位で近づいたり殴ったりするのだが、その化け物は動き出す。最終的には森に逃げるところで動画は終わっている。みんなも気づいたと思うが、あの白黒の化け物、シルエットが、マインクラフト都市伝説で有名な、ザッツシングそのものだ。ただ見た目や体の色が全然違うため、別物である可能性も十分にある。もしかしたら、あのプレイヤーたちは、シード1323でワールドを作成していたのかもしれない。あの化け物は、ザッツシングの新形態という可能性もある。どちらにしろ動画だけではわからない？続いては一人のプレイヤーがとある検証をしているところから始まる。どんな検証をしたのかというと、巨大なネザーゲートを作るというもの。そのゲートは問題なくできて開通するのだが、ポータルからとんでもない化け物が出てきてしまう。お分かりいただけたと思う。巨大なネザーゲートから出てきたのは、ゲートと同じ大きさの白い化け物。プレイヤーの上空を通り過ぎて、我が物顔で飛んでいく。そして、口から火球を発射してワールドを破壊。プレイヤーは持っていた剣で叩くことに、白い化け物が発射した火球を跳ね返すと、あっけなくやられてしまう。あの白い化け物、挙動といいシルエットといい、ガストそのものだ。なぜあそこまでリアルな見た目になったのか、動画だけではわからない。はい、今日はここまでだよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。